俺はねもう当日でもいいから、うん、やっぱりできないっていうね、うんうんうん、天野の電話結構俺待ってたんだよね。なるほどね、うん、なんかねやりたくないなって気持ちあったのと、うんうん、下手したら当日あのギター弾くけどあと二人頼むよみたいないきなりそういうコンサートは絶対やりたくないなと思ってたからそれあるよね。だからまあ実際当日ね、うんうんうん、あの渋子行ったらまあ元気にそうだね一応来てたじゃん。めちゃくちゃやな俺たち洋服のセンスが何の統一性もないよね。二部は決めないと今度やるときやろう。そうだね、うん、ね。さてとじゃあ第二部行ってみよう。2部始まってだからそうだな。とりあえずね、19年ぶりの新譜ね。まあね、発表ライブでもあるからってことで、うん、あそこさえそうよ。ね。
あそこはなんとかなったのなったかなっていう感じかな。約束なんて守れなかった吐息のようなつぶやき聞いていた真顔で嘘を言えたその日から子供のような笑顔も忘れたの好きだったと口にしたのは全て過去にするため繋いだ君の手が自然にちぎれてた季節は惨めだった屈辱の涙風が見てた北風がララ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 ラ風が見ていた北風がララ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 ラ風が見ていた。僕じゃない自分とあいつじゃない君同じ夢見ることはないけど乾き始めた砂に絵を描くように意味のないことを今は刻もう
風に踊れよ、夜通し窓を叩けよ、もう一度だけでもあなたにも打たれて、雪でも見たい夜、ララバイ歌おうか、ちょっと疲れただけ、明日からはまた元気に笑おうね、ララバイ歌おうか、ちょっとばかりが積もる、もう一度だけでもあなたにもたれて、雪でも見たい夜、もう一度だけでもあなたにもたれて、雪でも見たい夜。17歳の歌聴きなさい。しなけりゃいけないと言われ、サテンに入ってはいけないと言われ、タバコを吸ってはいけないと言われ、夜は早く。と言われた。授業をサボってサテンに入り、タバコを吸ったらこんな気持ちのいいことはなかった。知るのは早いと言われ、胸の思いは捨てろと言われ、語り合ってはいけないと言われ、すべては固く閉ざせと言われた。人を愛し思いを込めて全てを捧げたら、こんな素敵なことはなかった。3年間で復活してから NSP の代表曲っていう言われるものは大体やってきてて、結構なんていうかな、メニューがちょっと煮詰まってきたんだよね。だから17歳の歌とか雪のララバイとかは割とアンケート取ってみたら人気のある曲だったので、ただまあ心情的には詩の世界とかは今なんか
自分の中にはないものじゃん。17歳の歌なんて、51歳だからさ。だからただまあやってみようかなと思って、やったらなんか全然普通に歌えたけど、あれもう本当にデビューして3年目とかそのぐらいまでしかやってない曲だったからね。うん、まあやっていいもんかどうかっていうのもあったし。